どうも、みつみついと申します。本日のテーマはこちら、フライゴンはなぜネタにされているのか。フライゴン、言わずと知れたドラゴンポケモンですが、いわゆる不遇ポケモンの代表的な存在でして、何かとネタにされているポケモンでございます。今回はそのフライゴンを改めて、そもそもどういうポケモンなのか、なぜネタにされているのか、そういったお話をさせていただこうと思います。それではよろしくお願いいたします。まずフライゴンというポケモンは第3世代ルビーサファイアから登場したポケモンです。なので来年で登場から20年というベテランポケモンなわけです。覚える技もなかなか優秀で、戦術に合わせていろいろなカスタマイズを行うことができます。見た目もかっこよくて人気がありまして、ポケモン総選挙では方園地方の3位、全体の26位に入っております。さらに2021年の人気投票では898匹中の10位にランクインしております。そんなポケモンがなぜネタにされているのか、それは冒頭でも申し上げた通り、不遇だからです。まずタイプ、ドラゴン地面、これは対戦界の主人公とまで称されたガブリアスともろかぶりなわけです。タイプがもろかぶりなだけならまだいいんです。2匹の種族値を比べてみましょう。はい、全ての種族値が負けてるという。2匹とも基本的には物理型が多いので、唯一引き分けの特攻が意味がないというおまけ付きです。フライゴンの種族値弱くはないんですが、もっと特化したものがあれば差別化できたのですが、なんとも平均的というか。そもそもガブリアスだけでなく、ドラゴン地面というと優秀なポケモンがめちゃくちゃ多いです。なので弱くもないのですが、特化したステータスのない器用貧乏なフライゴンをわざわざ使う必要がないのです。つまりフライゴンの不遇というのは、ガブリアスをはじめとした強豪相手が強すぎるということです。また強豪相手が強すぎるがゆえに、ガブリアス・ランドロス対策の氷技やドラゴン全般対策のフェアリーポケモンなど、非常にパーティーに組み込まれやすいです。つまりフライゴンはトップメタのポケモン対策をしていたら、ついでに対策されてしまうというポジションにいるポケモンということになります。ちなみにフライゴンの攻撃種族値100という数字、これはフライゴンの第一形態ナックラーと同じ数字です。もちろんナックラーが第一形態で100もあるのがすごいという話ではあるのですが、最終進化なので少しでいいからフライゴンの方が上回ってほしかったなという感じもします。ちなみになぜかナックラーは隠れ特性、まあ、通称夢特性ですね、それが存在するのですが、フライゴンには存在しません。なぜ？フライゴンというとドラゴンフライ、つまりトンボが名前の元ネタ、そして見た目は薄葉カゲロウがモチーフなんですけども、虫タイプではないわけです。ドラゴン虫みたいな複合だったらガブリアスとの差別化はできたのかなと。ちなみに現在の卵グループは虫ドラゴンですが、第7世代まではドラゴンがなく、卵グループは虫のみでした。これだけ虫要素が強いのに虫タイプではないという。また分類が精霊ポケモンなんですけども、フェアリータイプにタイプ変更されることもなかったという。ルビーの図鑑では砂漠の精霊なんて書いてあるんですけども、まあ、これもね、ドラゴンフェアリーとかになっていたら唯一無二の存在になっていたのですが、まあ、そんなフライゴンですが、第6世代でなんとメガ進化が追加される案があったそうです。強力なメガ進化が追加されれば救済されるかもしれない。しかし実際には実装されなかった。それはなぜか、デザインがまとまらなかったからなんです。仕方ないけども、これは残念。メガフライゴンが暴れ回っていた世界も見たかった。メガ進化が実装されないのは仕方がないとして、皮肉なことにオメガルビーアルファサファイアでフライゴンの上位互換といえるガブリアス、そのガブリアスをメガ進化させるためのアイテムガブリアスナイトをフライゴン使いのトレーナーから渡されるというイベントがあります。なぜだか俺とフライゴンのコンビにはうまく使えないみたいだからな、というセリフまで言わせてしまうというおまけ付きで、これはちょっとひどい。もう少し気を使ってほしいなぁと思うところであります。とまあいろいろお話しさせていただきましたが、比較対象が強すぎて対戦などでは選ばれにくいというだけで、フライゴン自体がめちゃくちゃ弱いというわけではないというのは紛れもない事実でもあるので、そこまで悲観することはないなと思います。まあ、ネタにされているのは人気がとてもあるポケモンなので、
愛ゆえのいじりみたいな要素が強いんじゃないかなと思います。そういったところでフライゴンのお話でした。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録していただけると嬉しく思います。それではお疲れ様でした。